ファンネルがお送りするドラゴンボール Z カカロット続きをやっていきます。では今回はカメハウスでランチさんが何やら困っているので行ってみたいと思います。ちょっとち元気してっかな。いますよここに。さあ何を悩んでるのかな。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。はいよ。よーランチ久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。そうだよ。おう、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。気を探れってか。あ、瞬間移動で連れてけってか。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら気を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。ほら肝心なこと忘れちまってたや。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構オランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？もう、これでも大丈夫だな。もうすぐ去るつもりか？バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったから、まだ何にも準備してねえよ。これはプレゼント用の材料集めか。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。近かった。なんか一応修行みたいになるのかな。しょうがねえな。で天津飯のところ行ってちょっと話してきましょうと。はい、南東の山脈エリアね。了解。じゃあ行ってみましょう。まあそういえばね、人造人間来るまで3年あるんだから、やっぱこれだけ一気にやっぱ3年後ってなるよりはこういうの挟んでおいた方がいいんだね。こういうサブクエスト的な、まあ、メインストーリーだけど、これちなみにどうなんだろうな。アニメでは免許会はありましたけど、前回の動画の、今回のこのランチさんの関係はあったんかな。決戦前の一幕って書いてあるな。天津飯はね、覚悟を決めてたからね。なんか人造人間には勝てないけど、なんか足止めするというか、こう邪魔する助けにはなるみたいな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。ちょっと無視するわ。そこにいますね。こんなとこで何やってんだ。あら、ちょっと待って、天さん、天さん早く話して。敵来ちゃった。一丁やっか。一丁やっか。ほら、カメハメハ。カメハメハで落ちないとはさすがだな。よいしょ、待ってね。回復しやがった。よし、オッケー。あっという間よ、貴様らなぞ。よいしょ、来た。うめえ、修行し直してきたらどうだ。本当だよ、オッケー。なんで天さん話してくれなかったの。近づくだけじゃダメなんだ、話さないといけないよね。チャオズじゃない。お前が訪ねてくるとは珍しいな。そうかい。おめえに会いたがっている奴がいてよ。ランチさんって言わないんだね。逃げちゃうんかな。それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。え？そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。いいぞ。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。お、チャオズは来ないんだ。じゃあ余裕だな。やっちまうぞ。さあ、ちょっと一回気貯めるわ。ここ、よし、オッケー、オッケー。カメハメハ。あれ、カメハメハ効かないわけの
設定はまあいいんだな。ごめんね。なんか確か天津飯はカメハメハ効かない設定だってね。なんだ、眩しい、やばい、ピュッと。お、こんな隙さらすんだ太陽拳、すげえ。またかよ、小賢しいこいつ。これなんか防ぐ方法あんのかな。またやってきそう。まあでも太陽拳の目くらましは結構いい技だからね。あ、避けた、たた。私もあんまりカメハメハだけやってるわけにもいかんか。あっと危ない、よいしょ。飛行砲結構強いな。ちょっと待って、よいしょ、木がなくなる、えい。あのね、このコンボ中に気を貯めるこの方法がね、意外と安定しないんだ私。よいしょ、天津飯ごめん、ここ、よいしょ、 OK。 もう太陽拳やってきそうだな。よいしょ、あ、間違った、元気玉じゃない。わあ、すごいのやったな。てあた、お、来た、カメハメハ。このブレイク中にカメハメハ使うとすごい演出入っていいね。よし、オッケー、ひざまずいたな。さすがだな。まあこれでちょっと休まねえとどこにも行けねえだろう。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。天さんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。言っちゃっていいのかな。そういや言ってなかったな。何時だよ。そうか。ちょっと後ずさった。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。あれ、じゃあ戻んないとダメかな。さあどうなる。ワールドマップからカメハウス、瞬間移動使ってくれ。まあある意味瞬間移動か。でもこのファストトラベルは、カメハウス、やめろよ、プレゼント用意できてねえとか言うの。とりあえず多分カメハウスからなんか飛行機みたいなの使っていくんでしょ、あの丸っこい飛行機。違うかな。ランチさんはさすがに武空術を覚えてないはずなので、よし、話してきたぞ。おお、帰ってきたか。どうだったんだ、天津飯はいたかな。やべえな、テンション上がってんな。おう、それがよ、このタイミングでくしゃみして変わりそうだな。なんかってわけで今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか、これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ、これは礼だ。お、良質な獣肉、狼の上肉、白銀米。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食い物ならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。やっつける勢いですねこれ。とりあえずこれで OK ですね。まあ、うまくいくことを祈ってますよ、ランチさん。あとはクリリンとかのパートがないのが気になるが、どうなんだ。一方その頃ベジータの特もまた佳境を迎えていた。またベジータですね。お、慣れてきたんじゃない。体傷ついてない。あと少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。なんとなく自分ではわかるんだろうね。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。何やったんだ。お、すげえ、トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった
新しく入った研究員の子だよ。すげえデザインがしっかりしてっけど、これなんだ。よろしくお願いいたします。いやこれ怪しいな、敵じゃねえのか。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。お、トレーニングルームについて。極意とは高い効果を持った心得。ああ、極意を習得できる施設なんだ。そのどれもが非常に強力。トレーニングルームを改造すると新しい課題が追加。おお、極意。面白い。早速試してやるか。気になるね。トレーニングルームが使用可能になりました。トレーニングする。力の暴走習得。お、ラディッツ。これはあれだね、またシミュレーターみたいな感じかな。やってみよう。あれでもレベル高い。やべえな、ナッパ嫌い。待ってね、ナッパのね、あの必殺技がすげえ嫌いなんだ。よいしょ、やめろ、ナッパを倒させろ。ああ。よいしょ、ヤリックホー。サイバーマン先に倒した方がいいか。なんかなんぼでも湧きそうな気がする。ああやめろ、超強いんだけど。待って、めっちゃ減る。やめろ、これきつ。待って、これ待って、アイテム、アイテム、元気量を得る。これアイテム使わねえと勝てねえな。いやーいや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 待って、元気論、これは惜しみなく使おうね。いやーピヨってる。まず1匹は減らさないと。うわきっつ、あっ痛え。もう一回使っとこう。これアイテムなかったら詰むだろうこれ。え、これめっちゃつら。待って、気を解放して。何もできない。あーて、待て、回復。よいしょ、 OK、 一匹やった。ナッパをやる。ちょっと待ってね、気を貯めたいが貯めてる時間はなさそうだ。めっちゃこいつら貯めるからね。あれ、あれができない。待って、あーやばい。丸は、一回気貯めさせろ。たこのコンボの数がわからない。よし、やばい、痛い、めっちゃ打ってる。ラディッツ弱いくせに生きがりよって。痛い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 、バカなバカな。よいしょ、ちょっと待って、ラディッツ順番待てお前ら。よいしょ、やっ、待て、おい、たいたいたい、うん、てぇ、ギャリコンも打てん。ちょっと待ってね、これは結構隙ある技ができねえな。うん、よいしょ、なんかやってクール。なんだ、何をやった今。ちょ、やめろ、ああこいつら、くーきつい。なんかやってくれ。待って、危ない、回復しないと。よいしょ、ああ持ちでナッパも終わる。よいしょ、くー痛い、こいつ手こずらせやがって。うん、おらよっと、ギャリック砲を撃ちたいが、ちょっと待って、一回撃つ。よし終わった。
一匹だけならなんてことはないんだぜ。はあ、よいしょ、くらえお前。さあさあ、くそー、結構強えな。うん、つい、よいしょ、ごめんね、赤ゲージのままでちょっと続けるわ。さあ、吹っ飛んだらギャリック砲、うっつ、よいしょ、ミスった、待ってね、よいしょ、ギャリック砲、うっつい、いって、あ、これちょっと回復しないとまずい、よし、なんかやってくんな、危ない、よいしょ、いやいてえな、これめっちゃ減る、プレゼントいない、ちょっと気を貯めたい、こっちも、ふっ、やめろ、くそー、あのキックがめっちゃ痛え、ギャリック砲打ちたいが、よいしょ、危ない、いい勝負やってくれんじゃねえか、打て、よいしょ、いや、クソ強いじゃんこれ。まあ極意だからな。で、力の暴走、力の暴走、バトル中に徐々に体力が減少するが与えるダメージが 20% アップか、すごいね。いやー、しんどすぎだろこれ。あ、他は選べないんだ、ベジータの他はね。オッケー。で、改造って何？どうやればいいの？あー、床板、お金と材料が必要なんだ。 D メダルとか、ほうほうほう、一回やってみる。はい、トレーニングルーム改造成功、種類が増えた、ホログラム強化、あ、これも材料あるね、結構材料使うんだな。トレーニング増えた、あ、増えたね、凶悪絶頭部超吸収習得、バトルに勝利した時の凶悪化した敵からのみ獲得できる絶頭部の獲得量は 20% アップ、あー、すごいね。ちょっと今アイテムいっぱい買わないときついな。よし、こんなもんか。いや、地獄見た。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。これなんか人造人間のパーツ渡すんじゃねえかな。っていうか、いや違うよな、この女の人もなんか人造人間とかっていうオチじゃねえよな。わかった。なんか見たことあるようでないんだよな。さあ待て、一回、これは記憶ですね。あ、 PP キャンディ、すげえ懐かしい。じゃあもうストーリーメインの進めちゃってよかですか。またうかうかしてるとすげえ時間かかるからね。よいしょ。トレーニングははかどってるかい。はかどってます。余計なお世話だ。ま、無理せんようにな、ベジータ君ならきっとうまくやれるよすごいね、余計なお世話だってこう威圧された後このセリフ言うのはすごいわ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ似ていろカカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。一方、その頃、いろんな用事を終えた悟空はいよいよ修行へ向かおうとしていた。いろんな用事を終えた悟空って、まあ確かにめっちゃ用事あったからな。いよいよ修行ってことはまだそんなに日は経ってないね、これ。修行開始すらしていないみたいな扱いなんか。
いや、ここぞとばかりに新しいシステムが出てきました。はい、遅くなった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。修行終わってんじゃねえの今日の。みんな修行して腕上げてっから。ギザード荒野へ向かえ。よし、行きますか。ギザード荒野。だから悟空も多分あのカプセルコーポレーションのところでトレーニングすると技を覚えられるんだね。いや、でもあれ見る限りかなりきついんだけどな。気抜くと一気にあの3人に叩かれて、あの HP すぐなくなりそうだもん。 OK。 ちなみに凶悪化してる敵っていうのはあのオーラ出てる敵ですんで、正面の。でもレベル低いような気がすんな。まあいいや。お、この真下か。 あそこだ。よいしょ。どうだい修行は。人造遅かったな。おっと、何をしていた。わりわり、いろいろあってさ。ほんといろいろありました。でも天津藩と戦ったりしてオラの修行にはなったけどな。どうせそんなことだろうと思って俺たちは勝手に修行を進めておいたぞ。すまねえな。勝手に修行進めてた。修行の手応えはどうだ悟空。お、もう十分やった。まだ足りねえ。これどういうことだろう。まだ足りねえ。やり残していることがあるのでやっておけ。人造人間たちとは万全の状態で戦うべきだろうからな。だからこのタイミングで本当は多分トレーニングルーム行って悟空の方もキャラクターで多分覚えられるのが、あ、そっか、見えねえのか。なんかベジータの時もクリアしたらポワンって出てきたもんね、新しいの。だから覚えといた方がいいよってやつだね。まあ覚えられるのもちょっと出てきてんな。オーブをめっちゃ使うんだよな。じゃんけんは覚えないと、これ竜追撃かな。竜拳。現状元気玉レベル3。待って、レベル40になったからいけんのかこれ。よし、こっちの青い方もちょっと出てんな。超回復2、これは覚えときたい。こんなものでいいか。とりあえずは超カメハメハレベル2、これは重要だ。これはレベル45にならないと無理ですね。よし、じゃあちょっとストーリー進めちゃいます。こちらね。よし、修行の手応えはどうだ悟空。もう十分やった。この先物語が進行します。あ、ドラゴンボール集めできなくなる。これ使っといた方がいいのかな。集めることができなくなるのか。まあイコール使えねえんだろ。もう使っとくねえんじゃ。ドラゴンボール貯めてあるんで、じゃあ一つ目の願いどうしようかな。この辺は動画外でやりたいから。お金持ち Z オブ。今 Z オブ足りねえんだよな。でも金も欲しい。金にしよう。シェンロン呼び出します。はい、トロフィーも出ましたね。いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。どんな願いも叶えてやろう。さあ願いを言え。金欲しいです。お、3万ゼニー。あー、じゃあ前のインターバルと変わんねえな、このゼニーの量は。人造人間編終わるとまたちょっとランクアップするのかな、願いの質が。よし、 OK。 修行の手応えはどうだ悟空。もう十分やった。オッケー。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか、修行の成果が分かる日は近いようだな。近いんすか。じゃあやっと話が動きますと。随分時間かかったな。前回から今回もあんまり進行してなかったからな。これででも心臓病の薬をちゃんと飲むんだもんね。その前にあれか、人造人間19号が来るんだっけ最初に。トランクスの警告から3年の月日が流れ、
ついに5月12日がやってきた。はい、やっぱ3年経ちましたね。ごはんちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。いいよ、ありがとう。すまねえ父、じゃ行ってくる。すごい気を感じたりしながら人造人間は気、これだ、薬。いや、気のせいか。気のせいではないんじゃないかな。薬持ってたよね、ちゃんと。はい、ストーリー報酬。レベルは多分ね、あのストーリーやっていくだけで十分なレベルにはなってると思うんで、さあこっからどう展開していきますか。まあ人造人間たちは凶悪ですからね、最初は。孫悟空、どうだ、正直言って今度の敵勝てると思うか。見てもいねえのに分かりこねえさ。やってみてから答える。そうだな、やってみねえと分かんねえ。おい、ごはん、あっちだ。張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力なくなんねえようにしろよ。あ、はい。どういう意味だ。あんま飛ばしていくなってことかな。ちょっとこれ落としとくね。普通に町に現れんだっけか、あれ。よし、オッケー。あ、やべ、アイテム買い足ししてねえけど大丈夫かな。南の都のここだね。南西9キロ地点、あれだ、あの島だ。集まってるね。未来から来たトランクスが告げていた約束の日、約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと。そうそう、このブルマの髪型がなんか落ち着いて見えるな。もう生まれてんな、トランクス。ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。さあ火の手が上がりました、向かいましょう。街中で爆発だ。ていうかこんな場所に子供連れてくんなよってね、ブルマ。危ないって分かってんのに。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃ分からない。どういうことだ、まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。さすが賢いね、ご飯。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。現る。行くぞ行くぞ。じゃあ探しましょう。ブルマはここにいるね。人造人間はどこだ。ちょっと話してみるね。おっと、ちょっと、さっさと人造人間ってやつを倒してきてよ。了解。トランクスも来てないんかな。これ何箇所かあるんだな、ポイントが。行ってみよう。気を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。あ、ピッコロだ、見てない。どうだピッコロ。見つからんな、全く気配が読めん。気つけてくれよピッコロ。いきなりやられそうだもんな。よし、あとはあっちか。オラが目的ならとっとと出てきやがれ。よいしょ。クリリン、そっちはどうだ。ダメだ悟空、怪しいやつは見なかった。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。
17号と18号に関してはもう見た目が普通の人だからな。この辺ヤシの実がいっぱいだって、のんきだな。あと最後だな、天津飯とヤムチャあたりか、こっちにいるのは。あれどこにいる、あれどこにいる、待ってね。あ、上か。ふっ、あれこれドクター、あ、違う、ドクターゲロかと思った、全然違うかと、ごめんね。よいしょ、上から見てたんか天津飯は。天津飯、お前目3つあんだから分かんだろ。そうか、こっちはまだ見つからない。オラもだ、もっと他のとこも探さねえと、大きな毛が乱れ減っていく。これはヤムチャか、ヤムチャやられてる。わあ、かわいそうに、またやられてるよ。ヤムチャ、あれこれ謎の人造人間。クリリ、ヤムちゃんまだ生きてる。先祖持ってねえか。先祖さっきんとこに置いてきちまったから、連れて行って食べさせてくれ。わかった。ギリギリだな。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だとわかったのだ。ドクターゲロの方はちょっとあれだけど、左側はもう完全に人じゃねえもんな。それにここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ、知りたいかい。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい、誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか、いいだろう。ここを誰もいない場所にするなよ。好きな死に場所を選べ、孫悟空。なんで孫の名を。まあ元レッドリボン軍だからな。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。この二人もわかるんだね。わけは後で聞こう、行くぞ。さあどこの土地に行くのかな。さあ向かいましょうか。どこだ、止まっちゃってるよ。大丈夫かな、 OK。 ギザード荒野ですね。じゃあ行きましょう。ファストトラベル、最南端の島々エリアが開放、パパイヤタウン、ここだね。よし、まあ何かあったら荒野に行くっていう感じだね。ヤムチャはなんとか先頭で助かったでしょう。先頭何粒あんだろうな。カリン様のところで私も一個は多分持ってんのかな。まあ相手は人造人間ですから気をつけないといけないですよ。なんでオラたちの名前を知ってんだ。なんで名前を知ってる。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはない。そうだね。まさか俺たち油断ならず。おっと、邪魔な敵が入った。こいつらはただのフリーザ軍の敵だろうからね。逃がさんぞ。待って、アシストドローンを先に。よいしょ、ちょっと待って。よし、こいつは回復させるからね、先にやっといて。ナイスピッコロ。よいしょ、あーこいつらた、なんかやってきそう。大丈夫、あー痛い。たーハメハメハを撃っちゃうぞ。待って、ミスター、あ、二人とも仲いいな。よいしょ、普通に倒すか。よいしょ、 OK。 数が多いとしんどいな。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。選べって言ってなかった、さっき。
あ、やばい、悟空心臓来てるね、これ。戦う前に教えろ。なぜオラたちのこと知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、ずーっとなんだね、すごいね。貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んで、この世にはもういない。あれ、これドクターゲロ自身が自分を人造人間20号にしたとかじゃなかったっけ。ごめん、ちょっとわかんねえや。なるほど。だがナメク星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。おいおい、スーパーサイヤ人見てないってことかい。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何、致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう、だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。やりますか。まあね、言っちまえばパワー吸われるよね、多分。その強さを見せてもらおうか。本当だね、見せてもらおうか。まあ一応ダメージは入るからね。あれ、何もやってこないな、これ。そっか、そういうことか。あ、違うな、やってくるな。あ、やばい、苦しい。悟空どうしたって。カメハメハー。おーっと、あっちの方が早い。よいしょ、やばい、めっちゃ痛い。こいつ、あーた、待って、よいしょ、撃つぞ。早く勝負つけないと。やばいね。お薬飲んでないんですか、悟空さん。あてい、よし、オッケー。途中まで減らせば終わりなんだね。悟空苦しそうじゃない、これ。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまはなんだ。はい、ダメです。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、孫のやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい、どうしちまったんだ俺の体。いやは、やばい、早く薬を。あ、吸い取られてる。
お、今のはベジータの。そうだね。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、いいタイミングで来てくれた。さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど、今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯。お、ヤムチャ治ってる。ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられて、クリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん。悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行って、あの時受け取った薬を飲ませてこい。飲ませてこよう、早く。俺が連れて行こう。情けないが、俺が一番役に立ちそうにないからな。偉いな、ヤムチャ。急いでくれよ。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。すげえロボットみたいな喋り方。まあよかろう。まあロボットっちゃロボットか。残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。なりましたね、ベジータも。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。これは性格のおかげだったんだね。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。やってみなければわからん。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。さあ、じゃあ行きますか。おっと、経験値が入ったってことは一回休みか。お、ベジータのフォームチェンジ、スーパーサイヤ人が使用可能になりました。これちょうどいいな。じゃあ今回以上しようね。人造人間19号に近づき戦闘を開始せよ。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回この続きからやりますので、よろしくお願いします。では皆様、ご視聴ありがとうございました。またね。